皆さんこんこにちはシカゴの山中です、えー、今日ですねあの、まあ、大きな世界の流れのグローバリズムに対する反グローバリズムこの大きな潮流潮流ね変化が今起きてますこの数ヶ月で明らかに大きなヨーロッパアメリカそして日本でも起きてるこんな中で何が起きてるのかその大きな変化のことをねちょっとお話ししたいと思います。 えー、まずはグローバリストグローバリズムとは何かっていった時にこれはあのー、本当にねあのこのグローバリズム勢力っていうのは,、えーまあ、今,は今はですね歴史的にもあるんだけど今非常に世界で多分一番力を持った勢力がグローバリズムグローバリスト勢力なんですね。 えー、これは、ねまあ、組織の名前でいうと例えば世界経済フォーラムってありますよね、えー、それからスイスですか、あの,、えー、あの辺ですね、そして、えー、ダボス会議、これもダボス,スイスの、ね、ダボスってところがありますね、つまり、ね、あそこにもともとはヨーロッパの非常に EU を作ったような連中ですね、EU、つまりヨーロッパ連合というか、あれを作った、一番大元の もうずっと昔から何百年前から実はあの動きはあるんだけどヨーロッパの中はねついにこの数十年で、えー、本当の EU 化を進めて EU に入っている国々はどん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 国の国境の垣根をなくしていきながらそして中での域内のいわゆるその交流をしてもういいことのように聞こえますよねそしてまあ通貨もユーロとこういうものに統一しただからもう独自の通貨を廃止しちゃったとこもある。 でもそうじゃない。イギリスなんか絶対ポンドは捨てないぞということで、つい最近離脱しちゃったようなところもある。だから、そのグローバル化の流れの中でもいろんな圧力があって EU の中でも実は今も問題が起きてる。ただその中心に来てたのがやはりドイツ、フランス、こういった国ですね。まあイタリアとかね。こういったところの指導者が非常に世界は一つになんなきゃいけない。まあ、いろいろグローバリストは ニューワールドオーダーなんて言いますとね世界をやはり世界政府という考え方ですからもう世界政府つまり全部の世界の国にそれぞれの国の政府の上に世界政府を樹立してそこが全てのコントロールを人々をしていくんだとまあ基本はそういうことですとなるとそれぞれの国が持つ文化歴史言語習慣 さままざなもうその人人たち日本人が持ってるね古来から日本人が持ってきた大事にしてきたものをそんなものは大したことないんだこれがあのこのグローバリズムの考え方ですから天皇制あるいは日本古来が持ってる日本の文字漢字日本の文化音楽すべてそういったものをねはっきり言えば大したことない否定するっいうのはこのグローバリストの考え方ですよそれらは大したことはないという考え方だからうん それよりもっと大事なのは世界があ我々の、まあ、下にある、まあ、ほんの1%、2%のエリートが全世界の、まあ、覇権を握るこういう考え方ですただ、問題なのはこのダボス会議なんていうのはね世界中の大,大企業の,大の、まあ、会社、ね、の社長、CEO たちプラス世界の各国のトップねもう欧米、アジア カナダオーストラリアこういうところの首相クラスは全部招待されて毎年そこで洗脳されちゃうというかね、うん、影響まあだから一番彼らがやってる最近のところは環境脱炭素化とかね、うん、こういったものなんですねそしてそれに従うように日本は指令を受けてくる毎年参加している人は日本では代表選手は竹中平蔵という人間です、まあ、あの小泉政権で 郵政民営化で、まあ、日本の郵便局制度をぶち壊しちゃった諜本人巨額の利益を外資系が受けたまあ別に詳しく言う,言,う言うあれもないですけどまあそういうことですねでその流れの完全に逆らってきている動きがあるわけですこれが今ヨーロッパでもアメリカでもアメリカでいうと最大のこの動きはトランプですトランプ政権が2016年誕生してから 彼は、何回も何回も私、彼の,あのスピーチ聞いてグローバリスト、グローバリズムというものに対しての劣劣たる反抗心をね絶対にこういう連中にアメリカを盗ませてはいけないアメリカの伝統を壊されてはいけないんだとこういうことを言ってきてるんですよ。そしてフランスでいうと、ルペンというねマリーヌ・ルペンマリーヌ・ルペンのお父さんから、お父さんまあいわゆるねこういったマリーヌ・ルペンなんかもね極右とか言うんですよ、メディアはね極右ね。 極裁じゃなくて極右ただねお父さんは極右だったと思いますまあ例えばナチスドイツをねある意味あの否定しなかったとかね来賛したような時期もあるらしいただ娘さんはそうじゃないどっちかっいうとねグローバリスト完全と反抗して労働者のためにフランスの労働者とフランス人一般人民の人々のための政策をやってやるって,ってやってきてあの掲げてる人ですよ、えー、ただこういった人だとかね いるそして今ここ最近一連の流れで言いますとイギリスでブレグジット、まあ、一応ブレグジットを進めたと言われていたジョンソン首相がこの間退陣発表しましたよねただ彼はブレジその後とこの首相になってからね全くグローバリストの傀儡政権であったということが分かってしまったどん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 グローバリストの言うなりの政権をなってしまったということで彼への不信が 保守党の中でも、ね、大きくなって、辞、ま、職、あ、せざるをえないところへ追い込まれた、そしてつい、ちょっとその前にはフランスのマクロンね、フランスマクロンは、ね、大統領決選投票ではね、いいところまでこのマリーヌ・ルペンに、ね、追い上げられたんです、まあまあ、10%以上開いて勝ちましたけどね、ただその直後、行われたいわゆる一般選挙ね、選挙において、 大敗しましたね過半数取れなかった、まあそういうことで非常に政権基盤が危うい対しまして先ほど言ったマリーヌ・ルペンの党はぐっ90議席近く取ったんですよ倍近く伸ばしたんじゃないですかそれぐらい勢いがこの反グローバリストの方はあるそしてもう一人のイタリア政府のイタリアのグローバリストの代表的ね元 ECB ですかヨーロッパあ銀行総裁であったドラギ ここのドラギさんがが首相がこの間辞任を発表しましまたよねつまりこういった大きな国ドラあ、まあ、イギリスでありフランスでありイタリアといったこういった国の反いわゆるグローバリズムグローバリストのど真ん中に来るこういった政権の人たちが続々と退陣に要求されてきているそしてアメリカでは今グローバリスト政権の中核である バイデン政権、まあ、あの中にいる連中は全部グローバリストですよ、あきれば、うん、アメリカ国が、ファーストじゃないんですよ、アメリカ国家はその後まず先にグリーンニューエネルギーとかね、脱炭素化のために、アメリカのパイプライン、石油、石炭、全部止めた、これはバイデン政権ですそしてそれまでトランプの時は、どんどん輸出ができていたアメリカってのは、世界最大の産油国ですから、シェールガスとか、シェールオイル。 それを日産あたり2三百3 0 0万バレルね輸出できたのをその分足らなくなっちゃって輸入しなきゃいけなくなって世界に買いに走ってるわけですアメリカはこのバイデンになってからそれでバーンとエネルギー価格がね上がってるわけですよ天然ガス石油価格全部上がってるディーゼル価格も3倍以上になってるアメリカではこういったことがバイデン政権のバイデン政策によって起きてる。 そのエネルギー価格が上昇したことで石油価格からありとあらゆるものがインフレになっているわけです。日本もなっていますよね。あれ、バイデン政権のバイデン政策なんですよ、基本は。そういったことがまるで全然、まあ、確かにコロナの回復期にあるので景気がそれまで止まっていたものが動き出したとかね、それで一気にインフレになっているとかね、まあ、いくつかの理由はあります。まあ、ただ現実はこ、ね、こういういとでで大きな流れで言えば まあこのヨーロッパの主要な国々のグローバリスト政権が続々とまあ倒れていくあるいは力を失っていくアメリカでもバイデン政権は一応まあ大統領という名前はありますけれどもこの11月にはま,あまでの大きな流れの中でこの反グローバリスト政策をもう一番大きく掲げているトランプという人のトランプ公認候補が ほぼ8から9割ぐらいの勢いで今この8月の段階で勝ってるわけです全然日本はこんなことを報道しないでしょう日本のマスコミはね、まあ、単なるアメリカあ国務省アメリカ政権の横書きを縦書きに直してる翻訳会社がこの日本のマスコミですからあまりああいうのを見てても意味ないんですね,ね CNN を見てたらよくわかりますから <laughs> えまあそれそれ私何度もこれ言ってる話なんですけどそして日本では これちょっと一番ニュースだと思いますね、この、えー、7月ですか、選挙がね、えーあ、8月でしたっけ、中選挙7月ねね月月です、ねえー、7月にあった日本の参議院選挙で、参、ま、政、あ、党という党がね、これ、私、ずっと前から注目しました、なぜかというと、2年前からこの松田学さん、今、党首、それからあ今回、1人初めて参議院として当選した、 神谷宗平さんが私何度も彼らの番組に全然彼らが選挙出るとかそんな知らないうちに何度も呼ばれましてねずっとまあ対談をしてきて非常にこの党はちょっと今までの政党とは違うなと今までの政治家の人たちとは違うなというえ私なりの自分で見た判断目と耳で聞いて彼らの言ってることを聞いて信頼できるな非常にセンスメイクセンスつまり非常に 正しいことと言ってるなと世界の大きな流れのグローバリズムに絶対にそれを許しちゃいけない日本古来の日本の文化であるとか宗教であるとか伝統であるとか歴史を大事にしなきゃいけないって当たり前なんだけどそれを全くやってこなかった自民党なんかも、ね、口ではいいことを言ってるけれどもそうじゃないことをやってきた世界のグローバリストの言うことをそのまんま聞いてやってきた政権が結構ある。 そうじゃそれじゃダメなんだということでね私はこの賛成党というところがあ彼らが選挙に出ると言ったときから、ね、応援をしてたんですね、そしてまあ非常に170万票ですか、まあ、もうちょっと取れると思ってたみたいですが一、まあ、議席はなんとか取って政政国政政党としての要求を満たした、まあ、これはろんな見方皆さん、その中でもまあ嫌いな人もサ、ね、ン党支持できないという人もおいると思います、当然だと思います。 皆さんそれぞれ自分の意見がね、えー、それ尊重されるべきだ、これは私はそう思います。ただ、あのやはりね、この今の大きな世界の潮流の流れの中での起きたことがね、この中でも起きた。私はついこの1か月前、7月の半ばに、フロリダ州タンパで行われた、まあ、大きな共和党系のね、保守党の若者、学生と若者のコンベンション、5000人ぐらいのところへ行ってきました。えー、ターニングポイント、USA というね、 えー、団体の S SAS ・ Student Action Summit というそのおものすごいトランプさんが、あのー、スピーチ最終スピーカーですからねすごい警戒厳重でしたね最終日のトランプの時はねとてもとてもあの元首相の安倍さんが撃たれたたった1人か2人のゲ、あのー、警備 SP の人しかいないというのは、ね、比較にならないですよ。 その3日間いましたからね前日のディサントス知事州知事フラものすごい人気ありますよフ,フロリダですからね彼がいた時のね警備の数をねどうでしょう,うんその78倍100人近くトランプさんが来た日だけねものすごいリュウッとした身なりのねきちっともう制服を制服じゃなくてねスーツをねバチッと着て安いスーツじゃないですよそれも皆さんリュウッとしたスーツを着てねもう白人のね体格も がっちりした体のいい人間がねずっと目光らしてるんですよ何倍もトランプさんの,このいわゆるスピーチの時だけ日だけはね増えたこういうことを一つとってもね非常にああ元大統領元日本の首相これほど警備の違いがあるのか私なりにちょっとびっくりしちゃったんですけどねまあそういうこともありまして グローバリスト、まあ、安倍政権元安倍さんが亡くなってことだけちょっと一つだけ言いますと、えー、私がいろんな保守の人たちをフォローしていますアメリカの中でもね、えー、その中の一人エリック・プリンスという人がいますこれはブラック・ウォーターというね、まあ、あ世界の反テロ対策の会社ですよ、えー、いろんな国の傭兵を使ったりアメリカの元彼はあ海軍ネイビー・シールズだったかなそこの海軍特殊部隊の、まあ、トップだった人間です。 ですからそれを生かして自分たちの同僚やさまざまな人間を入れ込んでアメリカ各国の大使館の警備だとか警護だとかずっとやっている警備・警護、対テロ政策のプロこの彼がこの安倍さんの暗殺をなんて言ったかと言いますね真っ先に彼はこういうふうに言いましたね。あのの警備の薄さを見ると 第一次大戦の引き金になったサラエボ事件あれもね非常に警備が薄かったこの2つの共通点があるこれは安倍さんという人が亡くなった安倍元首相が亡くなったということは中国共産党へ対する一つの抑止が大き,か大きな抑止だった重荷だった重しであったあの人物まあ非常にこれ海外でも有名なのはアジアインド洋のあの線で 中国を抑止しようという彼自身の発案で各国、オーストラリア、アメリカ、インドなんかに働きかけたというねこういうことで中国抑止をやれる日本の唯一の政治家これがあんな形で暗殺された非常に不思議なそして中国共産にとっては都合のいいことが起きた、まあ、こういったようなことを発言しているんですね。まあ、これがアメリカののテロ政策の 専門家の第一次大戦まだ今のところはああいった第何次大戦になるようなことが起き,な起きるという証拠はなってないけれども彼は即こういうことを発言した私もこの見方には一理あるんじゃないかそういうふうに考えています、えー、それではこれぐらいにしたいと思いますどうもありがとうございます